今回の学び隊は宮崎の神楽の魅力を学びます。ねえ博士、神楽って何？それはじゃな、収穫や豊漁などを感謝し神様に捧げる歌や舞のことじゃよ。県内には数多くの神楽が伝わっておる。それじゃあ県民としてどんな神楽があるか知りたいな。そこで今回の学びはこちら、神楽の魅力を学ぼう、宮博特別展宮崎の神楽。それでは渋谷隊員。はい、渋谷です。県総合博物館にやってきました。ここ県総合博物館では現在、神楽について学ぶことができる特別展が開催されております。どんな内容なんでしょうか。早速調査したいと思います。展覧会会場2階特別展示室へ。野添さん、現在開催中の特別展宮崎の神楽ですが、これはどういった展覧会になるんでしょうか。はい、宮崎県は日本有数の神楽の継承地です。県内の神楽がさまざまな形で現在に継承されています。今回の特別展では県内のさまざまな資料を一堂に集めて神楽の歴史や特色について紹介いたします。特別展宮崎の神楽、神々への感謝と祈り、第1章から第5章で構成され、展示資料数はおよそ300点です。展示室に入ってきました。野添さん、こちらはどういった展示になりますか。はい、第1章神楽の起こりでは歴史や鬼気神話について紹介しています。こちらは大賀惟春鬼神城といいまして、当時の領主が十社大名神社にですね、神楽をするように寄進したというような文書になっております。こちらにですね、悲観の神楽という言葉があります。その時期に神楽をしてほしいというようなお願いをしたという記述になります。第2章神々との出会いでは、神楽で行われる祓い清めや神を招く姿などを紹介。その中でも特に気になるのがこちらの展示なんですが、こちらはですね、白身神楽の外締めです。神様をお迎えするための拠り代になります。なんと神前にですね、イノシシの頭をお供えします。狩猟文化を色濃く見せる外締め、その姿は地域の神楽によって様々です。第3章にやってきました。第3章は地域に伝わる神楽です。こちらにあるように古い面や珍しい面、狩猟稲作に関係ある面など、宮崎県の神楽の多様性を紹介しております。現在県内の神楽の保存団体の数は205団体。へえ、たくさんあるんだね。あれ、渋谷隊員は？これから神楽の魅力を語るギャラリートークが始まります。私も同行したいと思います。この日はギャラリートークの特別版として、國學院大學の小川直之教授が神楽の歴史や楽しみ方などを語りました。こういうような失礼が実は神社の原型だと思ってください。雨にあってお祭りするのがやりにくい、そのために建物の社殿を作るんです。ですから古い姿はお祭りの時に祭りの空間を作るのが古い姿、まさにですね、そのことは社っていう言葉が明確に表している。神楽っていうのは神の力を人間に授けるものなんですね。で、やっぱり神楽を見ることによって元気になる。で、そこに一番の魅力があるというふうに言っていいと思いますね。第4章は神楽への招待。国や県の指定文化財となっている神楽について、それぞれの舞の姿を再現し紹介しています。渋谷隊員、はい、宮崎県の神楽は貴重な文化財ですが、国指定の数はいくつあるか知っていますか。国指定ですと、まあっても一つか二つぐらいですかね。なんと4つあるんですよ。え、4つもあるんですか。
そうです。全国で一番多い数なんですよ。ほー。国指定文化財はメラの白身神楽に高千穂の夜神楽、そして椎葉神楽と高春の神目です。これぞ宮崎の神フォーじゃの。文化的に貴重な神楽、これは守り伝えなければいけませんね。そうですね。第5章では次世代に継承していくためのさまざまな取り組みを紹介しています。こちらにあるのは現在101歳の弥勒先生の作品、余命の面師の方の神楽面が紹介されています。この特別展をきっかけにより神楽に親しんでほしいですね。そうですね。それでは最後に野添さん、この特別展宮崎の神楽の PR をお願いします。特別展宮崎の神楽神々への感謝と祈りは11月29日までとなっております。12歳以下の子どもたちには神楽のお面をプレゼントします。宮崎の神様がみんなを待ってるよ。神楽の魅力を学んで神楽を見に出かけてみては。宮崎にはたくさんの神楽があるんだね。そうだね。神事の時では近くで見ることができない外締めですとか、個性のある面など神楽の魅力を再認識できましたね。これらの神楽を継承していかないといけないの。まずは特別展で神楽を学ぼうっと。そうだね。続いては私の本のコーナーです。私の本、今回は都城西高校の松下和也さんにお聞きします。私の本は中野信子さんの人はなぜ他人を許せないのかです。この本で学んだことは、 SNS 等で様々な意見が書かれる時代に必要なことは思いやりではないのかというふうに考えておりました。しかしこの本には日本人のコミュニケーションと海外のコミュニケーションの対比が鮮明に書かれております。私はすごく細かいところでも人を注意してしまう、そういう癖があります。この本を読んで人の考えに対してあまり起こる感情が湧かなくなったような気がします。私の夢が教師という目標であるため、本は必ず読むようにしないといけないというふうに考えています。読書は人生においての参考書だというふうに私は考えています。読書をして自分の感性を磨いていけるようにしていきたいと思っています。読書は人生の参考書、僕も感性を磨くぞ。続いてはこちら、現在活躍中のアーティストとの楽しいアート体験や県立美術館の収蔵作品の鑑賞を無料で味わうことができる旅する美術館ワクワクアート、今年は11月3日から8日まで延岡市で開催します。お弁当アーティストでアニメーション作家宮沢真理さんの新作アニメーション上映に加え、ピカソやマティス、郷土作家の作品などを展示します。アニメーション上映など事前申し込みが必要なものもありますので、詳しくは県立美術館ホームページなどでご確認ください。この秋は旅する美術館ワクワクアートで心和むアートの旅へ出かけませんか。それではプレゼントコーナーです。今月は日南新徳高校の皆さんが作ったパイナップルサンホワイトを6名様にプレゼント。番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイトくすなびきチャンネルで見てね。それでは学びたい、また来週です。さようなら。